はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。今回はちょっと黒柿のまだ生材なんですけども、板を買わせていただいてます。まあ丸一本ですね。最近にしてはかなりいい木のものをいただきました。まあちょっと見ていきますか。まあ、かなり前からちょっとお話はいただいてて、やっと出てきたってやつですね。もう一本丸ごといただくという感じです。まあ、完璧なクジャク木というわけではないんですけど、こんだけ木が入ってるのは最近では本当に珍しくなりましたね。まだまだ生材なので使えるのは2年後3年後となります。まあ厚みもあるので薄いのは早く、厚いのはまあコンプロットとかにしていきますので、しばらく先ってとこですね。そしてこの子だけはもう乾いてるので、この子はズブズブ潰してペンにしていきたいと思います。まあこんな感じですね。いやいや、もう本当になかなか探しても出てこないのがこの黒柿ですので、いやこんだけ厚みもあっていいなと思いますので、まずはやっぱコンプロット、まあネスケースを取っていきたいなと思います。ではでは、またよろしくお願いします。